南部アワーお送りしています、はい、さあそれでは最初のコーナー、給食係に行く前に、うん、今日はもうね4月の最終日曜日となります。ということはあそこあれかあの時間前里そうなんです、はいはい、毎週月に毎月月に一度のお楽しみ 前里レシピの紹介集となっています、はい、前里のこんにゃく豆腐もやしなどを使ったレシピを紹介していきますね、うん、で今月、この方東京のソニーさんから前里レシピで送ってくださってるんですよ。嬉しいな。そうなんですよ。嬉しくない？ソニーか。すごいね。ねえ、ありがたい。じゃあ、前里レシピ投稿希望ですということでタイトルもいただいてますので、早速紹介していきましょう。はいはい、こんにちは、ミーカさん、しんちゃんさん。毎回楽しく聞いております。ありがとうございます。美味しそうなお店を紹介してもらったり、美味しいお話も聞けて、面白い話も聞けて、ありがたいラジオ番組ですね。うん、イギリスのイトマンスティングの友達、東京のソニーです。さて今日は前里レシピに投稿したくてメールをしました。嬉しい。はい、私の住む東京には残念ながら前里さんの商品を売ってるスーパーがないんです。辛いです。なので、うん、沖縄に帰った時には前里の豆腐もそうですが、ジーマーミー豆腐とかもたくさん買ってスーツケースに入れて東京に持って帰ります。いいな。ちょっとなんかあまりにも大きすぎてさ、なんか検疫感じで開けてもらう、開けてもらう、みんなもやしだったで、何かこれ。はい、まあ、ほこら言ってるけど、昨年末年越しそばを沖縄そばに変更してみました。あ、液体の沖縄そばのスープの素を入手できたのですが、たくさん余りました。で、捨てるのは食べ物の神様に怒られるので別の料理に使えないのかなと思い、余ったこの沖縄そばのスープの素を前里の豆腐でチャンプルーするとき加えてみると、あら、びっくり、風味が本場なんか沖縄っぽくてとっても美味しく仕上がったんです、うんうんうん、さらには前里のこんにゃくを短冊切りにしてピリ辛に炒めるときにこの沖縄のスープの素を入れたんです、はいはいはい、前里のこんにゃくってさ、歯ごたえもいいし味の絡み具合もいいんですよ。前里さんが東京のスーパーに商品を卸してくれる日願ってます。切実によ。さて、東京はそろそろ桜が咲きそうな陽気になりました。沖縄はもうすぐ夏ですね。美味しいお店レシピハイテンショントーク楽しみにしてます。ということで、これ実は先月届いていた前里レシピなんですよ。だからもう桜も咲いて、うんうんうん、季節は進んでいるところではあるんですがね、はい、はい、東京のソニーさんからもう1ヶ月以上お待たせしてしまいましたね。はい、メッセージいただきました。すいませんね、嬉しい限りでございます。でも、うん、あの食堂とかでよく見てたらチャンプルーとかに、ね、そばの出汁かなんか取って入れてるもんね。そうなんですよ、ね、すごいもんね。沖縄そばのこのそば出汁の素っていろいろチャンプルー料理にもお使いくださいって言って、ねね、パッケージとかにも書いてたりする、書いてるもんね、うん、だから俺たち17日にシーミーだったからもう見たら本当に前里だらけさ、豆腐からもうこんにゃくからって、はい、もやし入って もやし入れたら次な。なんかオードブルとか持っていく人いるさ、時代が変わるって、うん、だからこの重箱以外にもオードブルの中のレシピの中に うん、それこそもやしを豚バラで巻き巻きしたものとか、はいはい、もうあんなのとか入れてもね、うんうん、美味しいしね。ぜひぜひ。いや、もうよろしく、ぜひぜひ皆さんご活用ください。お願いします、うん、でもこういう活用方法っていうのもいいですし、うん、何よりもさ、この沖縄の味を持って帰りたいって言ってさ、うん、もうソニーさんがさ、あの前里の豆腐とかさ、こんにゃくとかをこう大量にスーツケースに入れて持って帰ってくれたっていうのがまたキュンってこない？嬉しいね。で、なんかさ、その時友達呼んでソニーが作る前里レシピを使ったなんとか、なんで電気メーカーがみたいな食堂やんばみたいな、面白いんじゃないの、うんうん、はい、ぜひね、あのまたこんな感じで皆さんから前里のレシピをもうお待ちしております、はい、まあ、今回これレシピというよりもあの作ってるものとかね、あの簡単に書いてくれてるんですけれども、うんうんうん、もしよかったら材料とか入れてるね、はい、そうそうそう、手順とかね、うん、そういったものを書いていただけると嬉しいなと思います。私の一度は何を隠し味に入れてますみたいな、ね、うん、そうそうそう、そういうのもあったら嬉しいですね、うん、はい、お願いします、はい、東京のソニーさん、今日前里レシピの投稿ありがとうございました。ということはソニーさんは前里さんまで取りに行くの、はい、いやいや、違うよね、今そうなんですよ、ごめんなさい、ね、あったらな、じゃあどうなの、だからね、毎月こうやって月末の放送で皆さんからいただいたレシピを紹介していますので、うん、ぜひ我が家で作っている簡単なレシピまたご参加ください、はい、お待ちしております。お願いします。前里レシピでした、はい、じゃあそれでは給食係いきましょう。皆さんからいただいている美味しい話題を紹介していきたいと思います、うん、はい、じゃあしんちゃんからどうぞ。じゃあこちらいきましょうね。トップバッターは、はい、ごめん2つやってました、うん、
しんちゃん丸のホームランを見たミーカーこんにちは、うまごんです。あ、丸ホームラン、はい、気持ちよかったね、目の前に。あ、そうだね、焼き見に行ったんだもんね、はいはい、2日目行った時に、うん、最高でした。九州係、今回は小座の近くでそばを食べたくて三郷そばさんを訪店しました、はい、先月以来の沖縄そばとはいえやはりちむどんどんします。やってきた軟骨そばは細麺で軟骨がミーチ乗っていてどれも大きく食べ応えのある一品でした。フーチバーも無料な三郷そばの軟骨そば代600円、おいしゅうございました。三郷そばの場所は小座十字路をうるま市方面へ、琉球銀行小座十字路支店が見えたら右へ曲がると右側にお店が見えますよ、うん、営業は11時からで売り切れ次第終了です。定休日は木曜日となっています、はい、座長西町の野菜ソムリエ級プロ以上ですということで来てました。はい、美味しそうですね。内場とか、ねうん、大きくない、早期、ね、軟骨早期、ね、うん、600円いいんじゃないですか値段。あ、うん、600円だと優しいですね。優しいしでっかい、しかも、うん、何年前からかな、フーチバーとか置かれるような店とかも増えてきたのはね。しんちゃん入れる人？いや入れない。フーチバーは？入れない。最初食べて半分ぐらい、途中ぐらいからもあれだったら少し入れたりす、あればね、敷いてまでは。最初から七味かける人とか、これ意味わからんわけ。うんうん。わかる、うん、最初から高齢グース2周とかしてる人とか。はい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 、私も一緒です。食べてから食べてある程度半分ぐらいになってからちょっと味変で、うん、ですよね。染み入れたりとか。ジョニーさんがなんか歌でも言ってたけど、本当俺もその通りだなと思って。うんうん、そうね、うん。最初の味楽しみたいもんね。そうだよね。だってみんな同じ味になるじゃん。うん、そうそう。どんな肉でも A1 かけたらもう A1 の味しかしないみたいな感じになるよなんと一緒になるけど。はい、はいはい、じゃあ続いて玉城さんです。ミーカーさん、しんちゃんさん、こんにちは。給食係でお願いします。先日ホワイトデーのお返しでケーキ工房クルールさんでケーキを買ってきたんですね。自分はいつも誕生日とかホワイトデーのお返しは小さいケーキを何個か買って渡すスタイルです。妻おいしいって食べてくれました。写真を載せますね、見てください。あ、なんか1個とかじゃなくてこうやってほらいいね。あ、いい、あ、しかもなんか可愛いんですけど、ホワイトデーの白クジラ、これ可愛いね。あとこちらのケーキは砂糖にきび糖を使っているようで優しい甘さが特徴のようです。場所は豊見城市根サーブ 671-16 開放銀行マダン橋店の道向かいになりますよということで、玉城さんからいただきました。へー、あの通りだ。ケーキ工房クルールさんですね。うん、こういう佇まいですね、お店のね、うんうん、ちょっと優しいね、優しいね、本当ね、はい。来ました、こちら、こんにちは、しんちゃんさん、みーかーさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、アポイントメントクローバーです。え、来ましたね、ヒージャーさんじゃない、ヒージャーさんはクローバーに変えたんだよね。しんちゃんさん、みーかーさん、コンビニで、そうなの、アポイントメントクローバーになってるの、何週間前に言ってたよね。あ、そうかそうかしんちゃんさん、みーかーさん、コンビニで、え、こんなのあるの見つけたよ、写真見てください、うん、アポイントメントクローバーでした。デジ短い、なんで1回表で8点取られて交番みたいななどうしたな、4連続ファーボールな、もっと長くていいよお前、5回まで引っ張ろうみたいな、ね、なんで一発最初、なんでなんでだ、なんか反抗してる、見てください、しんちゃんさん、みーかーさん、2行で終わってる、コンビニで、こんなのあるよ見つけたよ、写真見てください、うん、アポイントメントクローバーでした。現場からは以上です、富士山本当よなもうちょっとあってほしいな、何炙り出しとかじゃない、みかんの汁とかで書いてないよな、やってみてやってみて、ライターある、ライターはラジオ沖縄ナイターやさねや、伸びたらアキラキラキラ、商品としては何だっけ、パンナコッタ、パンナコッタがコンビニだった、濃厚パンナコッ タ, コッタ、こういう甘いのとかも、うん、クローバーさんは召し上がるのね、すごいね、濃厚パンナコッタ、このしんちゃんは絶対あれでしょ、買わない人でしょ、俺は買わないですね、わ、ね、かるよね、わ、うん、かるでしょ、うんうん、しんちゃん買わない人です、買わない人です、そうですスイーツ系はほとんどわからないですね、濃厚パンナコッタ、パンナコッタって食べたことある？ないです、わからないですプリンみたいな、多分あると思うんですけど、うん、な何興味がないんですよだからあれがパンナコッタってことがわからないまま食べてるってことだね、そう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 、絶対食べてる、結婚式のあれとか食べてると思うんですよ結婚式のあれとかでってわかんないよ、ね、デザートとかね、そうそう、俺やさしてる、結構お腹すくわけさ、結婚式の司会もう長いでやってないからだけど、で最後になんか気使ってこんなの持ってくるわけ、デザートのあまり、じゃなくてその前にチャーハン持ってこないかみたいな
あのエビチリ持ってこないかみたいな。あもう、うん、で来賓のお客さんがね司会席にたまにこうやって差し入れ持ってきてくださるんですよね。そうなの、持ってきてくださるんですよ。そうそうそう、ありがたいんですけどね。そうですね、うん、もう本当に夕べにいちごソースを添えて、うんとか これあるよな、よくな、こんなの、あなんとかの添えて、そうそう、うん、シェフの気まぐれ で大好きなシェフの気まぐれ、どこかに行ってしまって帰ってこない気まぐれもドゥマンギタパスタとかシェフのドゥマンギパスタとか書いておけば見てる人ドゥマンギだったよね。じゃあ次行っていいですか、うん、チュラさんです。こんにちは、チュラです。今日紹介するのは私が旦那さんと初めてのデートで行った思い出のお店、58号線茶壇にあるアメリカンアメリカンです。はいはい、もう有名ですね。はい、パフィが有名ですって書いてますけど、パフェカニ食べ行こうパフィって書いてますけど、発音的に パイじゃないの、パイが有名よね。アメリカンアメリカンってパイ有名よ ね、 でもパフィーが有名って書いてるんですよ。あっちで座ったのかな、どこ、あれじゃないパフェ食べ行こうって歌使ってるなんだろう、ね、奥田民生さんがいるとかじゃない、ね、違うパフィーが有名ですが、タコスなどのメキシカン料理やステーキ、ハンバーグなどの洋食メニューも豊富で、量もボリューミーだし味もめっちゃ美味しいです。画像はメキシカンランチですが、食後のパイのデザートも美味しくて、ドリンクもついてて本当にもう満腹で満足です、ということでチュラさんからです。ありがとうございます。2店舗あるもんね、20代前半の頃免許持って女友達と行く場所はアメリカンアメリカンみたいな。そうで海岸女子が多いですよね、本当ね。そうね、海岸倉庫でなんかちょっと飲み物買ったりとか、買ってでちょっとそのね、うん、海岸沿いでちょっと友達と少し女子トークして、そうそうだよね、そこにナンパの車呼ばれてねえ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 があんたたち泣いちゃうねえって、誰よ誰よって言ったら、もう名言が誰よにやんなや泣いちゃうねえフラーだからさ、誰よ誰よにジョイ泣いちゃうみやバカだよ男って、5人乗りの車で5人で行って5人ナンパして乗るところがないみたいな一番用バーがトランクに無理くり乗せられるぐらいまでもういいよみたいな、泣いちゃうね、誰よ誰、わった泣いちゃう、わった泣いちゃうあれよあ南部方面だなみたいな、わったわったもう終わった、もろ泣いちゃうあれよ鈴木だろ高橋だろで赤身運転って言ったらもうやっぱりあんな感じうらよや懐かしいな、トピックとかなんか写真撮影なんかオートバイの撮影とかあったりとかで、うん、はい、ダリオダリオ、リハビリエスイチオリさんから来てます、ね、はいよ。今日は昔住んでいたお家の近くの国際通りから一本入ったところのまぜそばマホロバさんを紹介します。マホロバね、はい、有名ですよね、行ったことないんだけど、場所はマキシ一丁目国際通りのジャルシティホテルの横をパラダイス通り抜ける細い道に入ったところにあるまぜそばマホロボさんです。道が細いので駐車場に停めて散策しながら行くのがおすすめですね。那覇のラーメン激戦区近くにはラーメン元成さんやラーメンダンボさんや他にもラーメン屋さんや飲食店が数軒あって迷います。近くのパーキングに車を止めて歩いて店に、今日はマホロバさんのチーズ混ぜ麺をご紹介します。麺の量を決めて注文、追い飯もあるのでお腹を空かしていっても大満足のボリュームのマホロバさんでした、ということで、写真は見せませんみたいな感じでねあったのかな、来てないよでもマホロバは沖縄市もあります、沖縄市もあるよね、テレビで紹介されてて俺も見たんですけど、はい、沖縄市のマホロバは、うん、いつもお世話になっていた方が、はい、スタッフで、ああそうなんですか、そうなんです、そうなんです、テレビとかでなんか取材されてる、ね、沖縄市の方に私も行かんといけないんですけどね、うんうん、じゃあ続いてトマブンさんです、はい、しんちゃんみくさんこんにちは、県内一の南部アワー上宮なんかアファーでおなじみのトマブンです。どうも。3月9日沖縄市諸見里にオープンした天狗食堂を紹介します。知ってます、天狗食堂、わからない、俺の記憶が確かならここは以前諸見食堂だったと思うんです。それが居酒屋天狗になってたんだけど、この度昼は天狗食堂として営業をスタートしています。オープンから1週間すべてメニュー半額ということで、俺店員さんのおすすめも聞いてナスと豚肉の生姜焼きにしました。ナス
豚肉、玉ねぎ、いい感じにあんかけになってました。でーじ美味しかったです。サラダ、切り干し大根もついて、700円が半額の350円、はい最高。そしてなんとご飯と豚汁食べ放題、セルフで気持ち大盛りで入れて食べました。飲み物もセルフで、コーヒー美味しかったな。そしてまた後日行って、今度は鶏もも肉の油淋鶏800円、これも半額で食べました。最高でした。天狗食堂さん、こっちいさびたん、まーさたん。場所ですが沖縄市諸見里 1-1-5、 内カム方面から330を北上し、コザ新金スタジアム方面のグランド通りに入る手前です。あ、わかった、わかりました。見た、あ、場所だけ見た、入ってはないけど、はい、うん、こちらも最近オープンした数字の、コンビニの隣、左手です。カラオケ屋の手前ね。駐車場は地下もあります。食堂タイムは10時半から夕方17時、居酒屋タイムは17時から24時、居酒屋は月曜日の定休日、食堂は無休で今空いてます。オープンセールは終わって、今は半額ではないけど、実はまた行ったので、それまた今度紹介しましょうね、ということで。優しいな、美味しそう。いや、この豚とナスの相性いいよね。ナス味噌、あ、これ油淋鶏ね。あ、いいね。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか、ゆきまだ。もうこっち、じゃあ、ナイチャー嫁さんですね。以前から気になっていたラーメン屋さん、富城区にある新潟発祥ラーメン直次へ旦那の運転で行ってきました。食券機で好きなメニューを選んだ後に、麺の硬さ、背脂の量をお好みで選べるんです。旦那は直次郎野菜を注文したら、丼から突き出したもやしの量にびっくりでした。写真添付しておきますね。私は、背脂中華麺をいただきました。娘は背脂中華そばをいただきました。麺は中太麺の縮れ麺でしたね。玉ねぎのみじん切りがたっぷり入ってラーメン初めて食べました。背脂はしつこくなく、玉ねぎのおかげでさっぱりと食べきりました。最後にチャーシュー丼と旦那を分けて食べたんですが、めっちゃ美味しかったです。食べた後は暑くて、帰り道はクーラーかけて帰りました、ということです。また行きたいと思います、うんうん、三川さん、新茶さん、おすすめのラーメンですよ。オーナーは元ダパンプのゆきなりさんですよって。へえ、はでか、これもやし、うわすごいな、食べた後すごい、チョモランマって感じ。チョモランマで本当に。この系、ジロー系っていうのはなんていうの。デージャー。すごいな。はあ、トミクスク。トミクスクのもう一回住所が。住所は書いてないのか。書いてないですね。ごめんなさい、失礼します。はい、どうもありがとうございます。食べた後フィーリングっていうべしな。イエーイ。てさあ、このコーナー、皆さんからも時間になってしまいましたので、今日も終わりなんですが、たくさんね、あの給食係宛てのメッセージいただいております。はい、来週も美味しい話題楽しみにしていてください。私たちも待ってますので、皆さんが食べた美味しい情報待ってます、うん、以上、給食係でした。では続いてこちらのコーナーです。プレゼンツ発射機種編、ロックンロール。このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りします。はい、さあ、機種変更の話題の他にも、うん、SNS の話、 AU Pay などの電子決済の話、 AU 電気など暮らしの一部でこんな風にスマホを活用してますよ、などなど、皆さんから携帯にまつわる話題広く募集しております。はい、今週はこちら、ペンネームひろすぴさんいただきました。ありがとうございます。東京からですね。ありがとうございます。なんか YouTube の時も投げ銭してくれてなかった。そうなんですよ、そう、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、うん、しんちゃんさん、みーかさん、こんにちは。こんにちは、ひろすぴです。どうも。早速ですが、お二人さん、 iPhone のソフトウェアのアップデートはしましたか。うん、あ、今夜アップデートされますみたいなの来てて、うん、夜充電してたのは、あ、じゃったらされてるわけ、じゃったらって、じゃったら、じゃあるよ、じゃあるよ、泣いちゃうね、じゃあるよであるよ、そうであるよの略であるよ、それがじゃあるよじゃるわじゃる、もうだでもないよ、ちっちゃい子とかそうだよね、じゃったらって言うね、じゃったらさ、じゃったらさ、ほんとさ、してからさ、じゃったらさ、うん、してからさ、うん、じゃったらさ、うん、じゃなめの次ぐらい、もう、あ、もうごめんなさい、いや、じゃったら、いや、なんで、沖縄の子たちだったの、俺たちは、そうですよね、じゃったらもうできてる、じゃったらもうで、じゃったらできてるさ、もう、世の中ね、IS なんとか、なんとか、iOS15.4 だったかな、そう、なんか書いてますね。うん、これにアップデートすると、マスクをしたまま顔認証でロックが解除できるようになったんですよ。そうなの？知らない、知らないジャルバジャルの
飛行機なんねジャルうまいね、うん、コロナかこれ読んだね、ワードを打ち込むしかなかったのですが、あ今までね、うん、これでこの煩わしさともおさらばです。ただ iPhone12 以降しかダメみたいですね、うん、だからしんちゃんの違うところですよね、まだですま、だそうだからできないわけさ今まで。ミカさんは13だから大丈夫ですね。大丈夫です、大丈夫ですよミカさん。ねえ、私知らなかった、じゃあるの、知らなかったの、知らなかった。今も一生懸命パスコード入れてるんですよ、うん、じゃあこれ設定で顔認証やったらできるってこと、マスクやってても1回何ですか、せいやさん、あのマスク取って1回認証させてその人がマスクしたらこうだよっていうこと、うん、できるんです。そうで顔認証こうやってやるもんね、ミカさんこうやってってラジオじゃ分からんけど、ミカでも髪も切ったさ、はい、今これでもうなんか爽やかなってるじゃん、はいはいはい、でこの爽やかさがあってこれがどんどん伸びてきて疲れ切ったミカっていうさ、うん、なんかすごい PDA とかいろんなのが混ざった時ちょっと疲れてるのがミカかなって、あの時は認証できるの。いや言い方悪いけど、いや俺でももうヒンガハンガプルルンプルルンの時あるからもう疲れ切って、疲れてる時あるね、もう目の下にクマとパンダ飼ってる時さ、沖縄子供の国みたいな時のあれとかに、いや多分ね面白い、うん、もう目なの、眼球の真ん中あるさ、うん、と鼻のこのてっぺんがあるでしょ、そうだから誰一人同じのいないらしいですよ、スマップみたいな同じ人はいないからみたいなこの三角の面積がそうそう、ほんとだからあの顔認証でこうチェックされるとき、海外の空港とか、うん、ほら、うん、あのねほら犯人探すときあるさ、うんうん、犯人のこの目全部長さが違うからすぐ分かるらしい、カラコンとか入れてももう多分できないんだ、うん、そうなんだ、うん、はあ、分かりますね、だから多分これで分かるんでしょうね。野球見に行って捕まった犯人とかいたもんな、ほらや何の話ですか、指名手されてるけども野球見たくて入り口でやられて犯人でそうなの、海外で、海外で、へ、うん、あったよ、まあ、だからそれぐらい精度高いんだ、高いと思いますよ、うん、じゃあマスクごときじゃもうあれ、で私の娘がでも自分の顔認証で私のスマホが解除されてたの、あれどうなんですかね、似てるってこと、だからね、じゃあ同じ、いや全くだよ、もう全然設定されてない、私の顔しか設定されてなかったよ、見たら自分のにやった、あれはあ、もう娘がちゃんと開くわけさ、娘が見たら、であれ何なんですか、似てるってことですか、聞いてこい英雄にってか英雄関係ないじゃないですかこれ、あそっか、そうですよ、これスマホの機能でしょ、スマホの、あそっか、怖いな、じゃあこれ怖いよな、俺がやっても開いたら怖いだろ、いちょっとだからこの辺パスコード一生懸命今入れてるんですけど、じゃあもっとちょっとセキュリティもちゃんとアップされてるってことなんですね。そうでしょうね。はい、ヒロスピさん、あ、じゃあ私後で設定のところから見てみたいと思います。マスクしてもってことですね。うん、はい、ありがとうございます。さあじゃあこんな感じで皆さんから携帯のいろいろこうおすすめのアプリだったり知らなかったよね、うんうん。アップデートされてこんな風な機能が使えるようになってるなんて知らなかったので、うん、ぜひいろいろ皆さん私としんちゃんに教えてください。お願いします。なおスタジオの様子は今日も YouTube で、はい、機種編ロックンロール検索すると見えます。ので今日は久高誠也アナウンサーが、今後も誠也くんがやると思います、はい、撮影してくれてますので、はい、ありがとうございます。ちょっと手プルプルしてないですか、疲れてない、大丈夫ですか、わかりました、はい、大丈夫ですよってなんでしんちゃんが言ってるやるよぜひぜひ、うん、はい、YouTube もチェックしてください。以上沖縄セルラープレゼンツ発射機種編、このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。はい、さあそれでは、続いていきましょう。刑事係に行くんですけど、うん、今日刑事係メッセージ紹介する前に、はい、しんちゃん覚えてます か、 何ですか、抽選があります。今日、ああそうか、今日までか、そう、いや、違いますよ、来週まででございますからね、来週までか、はいはい、とりあえず先にねフォートプランサービスさんお知らせをさせてください。はい、お願いします。はい、看板のぼりレーザー彫刻でおなじみのフォートプランサービスからのお知らせになります。来月5月5日は子どもの日ですね。子どもたちの健やかな成長を願だってフォートプランサービスのぼりの鯉のぼりを皆さん飾りませんか。サイズは大中小3種類ありますので、お住まいの環境に合わせて飾ることが可能です。あとね、取り付けとか片付けも本当に簡単なんですね。詳しくはフォートプランサービスのホームページをご覧ください。さあではそのフォートプランサービス館さんからリスナーさんへのプレゼントいただいております。南部アワーのロゴ入りの
子供の日バージョンマグカップ1名様にプレゼントです。じゃあ今週も見てください、たくさんご応募いただいてるんですよ、ありがたいね。じゃあこの中からお一人にプレゼントをさせていただきたいと思います。あの取りに行ける方ですよね。あ、そうなんですよ、受け取りフォートプランサービスに取りに来ていただける方にしたいと思います。郵送はしませんので、よろしくお願いします。じゃあこの方、はい、どうぞ。はい、はい、はラジオネーム、うん、R スカイさん。おえ、デジロー。なんで？あ、ちょっと遠方ですが、大丈夫？北部。大丈夫ですかね。R スカイさん、当選でございます。R スカイさん、はい。おめでとうございます。もうドライブしがちね。そう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 。よかったら南部方面泊まって。観光も盛り上げて、お願いします。はい、こんな感じで、あのね、来週までが抽選対象となりますので、はい、うん、あの、今日外れたなという方、またご応募ください、受け取りはフォートプランサービスでの受け取りとなりますね。那覇市国場ね、はい、欲しい方は懸命にフォートプランサービス、本文にお名前、住所、電話番号を書いていただいて、南部アットマーク rokina.co.jp までご応募ください、はい、フォートプランサービスからのお知らせでした。さあ、それでは掲示係いきましょう。あなたの街のあれこれ、お知らせ、イベント情報などなど紹介していきます。はい、じゃあこちら行きましょうね。ラッキーさんから来てますね。ラッキーさん、はい、ありがとう、テレビでお二人が痩せてきたのを日々感じている一人です。健康的な痩せ方ではということで、んラッキーさんからですけど、テレビでお二人が、ミーカーも俺もね、痩せてきてるのを日々感じる一人です。なんでね。健康的なやつか。だってミカ夕方 OTV でラジニュース読んでるもんね。あ、読んでるんです。あの、はい、もう復帰しました。復帰したもんね。はい、そうだもん。腹筋しとけよお前。ずっと腹筋50年記念ってから。俺は多分筋クルとかああいうのかな。で、僕は少し痩せてたような気がします。うん、少しだけです。鼻毛5本抜いたから 2キロあった。ありがとうございますね、うん、いいですね。取れないな、こんな言われたら、うん、じゃあシャバドゥンさんです、はい、しんちゃんみーか、皆さんお疲れ様、シャバドゥンです。早速ですが、この間とある飲食店の中に貼られてたイラストです。気になります。胃に上も気になりますが、下のイラストが死に気になるんです、ということで見てください。はい、どうぞ、うん、こんばん、お膳は両手で持とうね。これ手書きのイラストですね、はいはいはい、片手で持つと危ないです、丼が滑りますっていう、これが上のイラスト。じゃあ下のイラストいきましょうか。はい、これですね、はい、何これ。宇宙人、エイリアンエイリアン、コペラント。多分子供がその前に書いてあったやつの上に貼ったってから、こんななんでしょうね。衝撃映像風神になってますね。ほら、こうやって見るとそうそう、だからもう別々ってことでね。上はね、すごくこう可愛い感じで仕上げてるんですよ。で、下がなんか本当ね、あれです、なんていうの、小学校3年ぐらいの男子が描いた絵って感じがしませんか。そう、海に浮かぶやつ、なんだと、クラゲみたいな、ね、はい、宇宙人みたいな、エイリアンなんですよね、これね。これは見せんと分からんな。そうね、アイアン、こういうのをなんかイベント紹介しましょう。はい、トモブンから来てます。思わず二度見、はい、昼過ぎなのに酔っ払って座り込んでると思いきや、植木鉢に履かせないで、怖いということで。なんでしょう、怖い、トモブンから、植木鉢、怖い、ドキッてするんじゃないし、でも横にシーサーがいるという、なんかちょっと若干内股気味の、そうそう、内股気味、ね、座り方ですね、うん、はい、ウッチーって呼びましょう、ウッチーって呼びましょうね。滑るってば、こっちが。じゃあ続いてマッツンさんです。お二人さんこんにちは、マッツンです。仕事でもたまに立ち寄る僕の地元与勝の一番奥の池島共同売店の目の前に建てられているブラックジョークです、うん、どこかありえそうな田舎ならではの注意書きの看板が面白いので紹介します、ということで、うん、はい、撮って画像を撮って送ってくれました。見ますよ、じゃじゃん。ここに駐車するとおじいが幸運気で、ぶつけちゃいます。ちょっとN 高校が作った作品が。池島共同売店もさ、存続の危機っていうから、皆さんぜひ利用していただきたいと思いますよね、はい、お願いします。俺も南城市にもう住むようになってから、よく数字道通るんだけど、あのスピード落とせ
でも化粧落とすなとか書いてるのとかいっぱいあるこういうのとか取っていきましょうね。面白いよね。かわいいね、うん、壁の汚れをなんかジェッターみたいのでこうやった後とかかわいいなと思いますけどね、はい、あとじゃあもう一個いきますかね、はい、どうぞ、R&K のパパさんですね、はい、しんちゃんみいかさんこんにちは。公開放送ぜひ行きたかった俺です。さてさてまたまた茨城県の面白看板見つけたので紹介します、うん、我が茨城県では豚がサーフィンします。この看板道路に沿って設置されているので向きによってお尻から見えたり逆方向からだと顔がドーンと見えます。大きさもまあまあ大きいのでインパクトありますよ。とんかつ屋の看板と思ったら看板屋さんのものでした。すごいでしょうということで茨城から来てますね。あ、なるほど、サーフボードに乗ってるのね。南進するか北進するかとか道で違うんですね。面白いですよね。看板屋さんやっぱりセンスあるからね。うん、はい、ということで皆さんの面白い街の情報をたくさんお寄せいただきました。また来週も、ね、うん、あの地域のあれこれぜひ送ってくださいね。よろしく。以上刑事係のコーナーでした。